はい、皆様こんにちは。今日は2022年1月の6日ですね。季節して積雪となっております。もうかなりね、徐行してますね。今上りの通過電車が行ったわけですけれども、先ほどの各駅はかなり徐行していました。今5000型が通過して、これから下りの各駅停車がやってくるところです。先ほどまでの北からの風は少し弱まっているようなんですけども、もうね、結構路面が白くなってきましたので、ここに来まして、積雪おおよそ2センチほどといった状況ではないかと思っております。小田急も徐行をし始めておりますので、これから若干のダイヤ乱れが予想されるのではないかと思っております。私はもうこれね、寒いんですけども、雪の景色というのはそんなに嫌いではないです。まあ、寒いですけどね、これを記録に収めたいなと思って、今このようにいたしておる次第でございます。はい、風がね、先ほど昼にここに立った時にはかなり吹いていたんですけども、若干収まりつつあるといったところですが、今また吹いてきました。はい、ちょうど今3000型が出発したところです。若干徐行気味なんではないかなというふうに思いますけれどもね。なかなか関東南部では雪景色というのを見ることができません。まあこれを良しとするかどうかといったところは当然議論の余地はあると思いますけども、これはこれでまた珍しいということで記録として残したいと思います。今日は2022年1月の6日、ただいまの時刻は15時50分でございます。ご視聴ありがとうございます。それでは皆様もお気をつけて、お出かけの方はお気をつけてお帰りになられて、それからお足元お気をつけてお歩きになっていただければと思います。お健やかにお過ごしください。ご視聴ありがとうございます。